よし、じゃあ、湯からくるるやっていきましょうか。メーカーはシルキーズプラス。誰やったっけ、どっかの VTuber がご起動させたっていう伝説のメーカーやそんなこと置いといて。で、今回 Nintendo Switch 版です。なのでかなり、本当はねパソコン版をやろうと思ったんだけどね、表現の方が、あのパソコン版の18禁のやつね、18禁のやつでエロの部分を隠しながらやろうかなと思ったんだけど、残念ながら、そうだね、ダメでした。ダメでした。表現の方がダメなので、こちらコンシューマー版というか、はい、そんな方に行きたいなと思います。それこそこの左の手前による、生徒会長って腕章つけたこの金髪の女の子に関しても、あの18禁版はパンツ見えとったりしとったからね。さて、じゃあ行こうか。確かね、冬からくるるは、一般的な、その、体験版の方式と違って、まあ、2、4、6、8、もっとおるか。登場人物いっぱいおるんで、最初からずっとダーってやるんじゃなくて、あれよ、ザッピング。はい。部分部分を切り取って、その、お送りしていく感じです。うまいこと説明できんだけどね。まあ見りゃわかるさ。よし、じゃあ行こう。あ、どうやら明恵には善意コンプレックスとでも呼ぶべき強い固定観念があったようで、世の女人はことごとく自分の恋慕うのであろうと信じていたような節が見られるのだ。自分を恋慕うであろうと信じていたような節が見られるのだ。渋沢辰彦でいいのかな、これ。オラコニア、キタン州。伝統的な世界観を覆した進化論。その生みの親、ダーウィンとウォレスはその後、袖を分かつ。魂の問題は進化論では説明できないとしたウォレスは、やがて心霊研究にのめり込んでいく。デボラ・ブラム、幽霊を捕まえようとした科学者たち。チェック、チェック、ワン、ツー、チェック、ワン、ツー。テス、テス。電波のテスト中。テス、テス。私は君に電波を発しています。聞こえますか？オウム・アムア。2017年10月19日に太陽系内で発見された全長800メートルほどの棒状の天体の名前だ。ハワイ語で遠方からの死者を意味する単語だ。オウムアムアは不思議な天体である。何が不思議なのか。まずはスピードだ。あ、やべ、録画してなかった。まあいっか。まずはスピードだ。秒速26キロという猛烈なスピードで移動しているんだ。秒速26キロとは太陽系の天体との相互作用では得ることがないスピードなのだ。そしてそれだけのスピードで移動する物体を太陽の重力では捉えておくことができないというのが2つ目の不思議である。2つの不思議からオウムアムアが太陽系の中で生まれた星ではないという答えを導き出すことができる。オウムアムアは太陽系の外からやってきた天体なのである。人類はそれまでそのような物体を観測したことがなかった。人類が初めて観測した太陽系外から太陽系内に飛来した恒星間移動天体がオウムアムアなのだ。オウムアムアは全長800メートルの棒状という太陽系内の天体ではあまり見ることのない姿をしていることや、太陽に接近してから離脱するときに不自然な加速をしたことから、異星人のスターシップではないか。
という説も真剣に議論されたが、現在はほぼ否定されている。しかし異星人の探査機の残骸なのではないかという論文も発表されており、議論は今も続いている。高速移動するオウムアムアの観測はできなくなってしまったが、現在ペガスス座の方向に向かって移動していると考えられている。テクテクテクと誰もいない廊下を歩く。校舎はどこもガラガラだけど、特に5階はひどい。教室を使用している生徒は一人もいない。だから孤独になりたいとき、私はここに来るのだ。ここなら一日いたって誰ともすれ違わない。ほぼ放棄された区画なのだ。だから読書だってできるし、昼寝だってできるし、ちょっとした勇気があれば全裸で走り回ることだってできるし、さらなる勇気があればもっともっとすごいことだってできるのだ。例えばお腹に人の顔を描いて腹人間になることだってできるし、この部分とかが結構、年齢制限下げられてます。はい。お尻にピンク色の塗料を塗って、壁という壁に桃の形の模様を作ることだってできるのだ。サイケデリックな廊下を作り上げることだってできる。絶対にやらないけど、やろうと思えばできる。このやろうと思えばできるって、自由が私には大事なのだ。だけどこの学園じゃやろうと思ってもできないことばかりだし、資源だっていつまで続くかわからないし、地熱発電だっていつまで持つのかわからないってみんな噂してる。だからせめて頭の中だけは自由でありたいのだ。ひゃっはー、全裸になろうと思えばなれるぜ。なろうかな。ならない、ならないよ。誰にも見つからないだろうけど、誰かに見つかった時、あまりにも大変だもん。大体そんなことをしている場合じゃない。今日することは決まっているのだ。今日は祈りのチェスをするのだ。祈りに意味なんかないって知っている。そんなの常識さ。神様なんかいないし、祈りは誰にも届かない。でも、知っていたってお願いしたくなることってあるでしょ？あるよね。急にお腹が痛くなったら、無神論者だって神に祈ったりするに決まっているのだ。祈ったって何も起こらない。だけど何かしてくれるかもって期待するのは別にいいじゃない。つまり意味なんかなくても、効果がなくても、祈るという行為の全部が無意味だとしたって、祈りたいって気持ちは生まれてしまうんだ。だからこれはどうしようもないんだ。困った時に祈らずにいられるほど私は強くない。だから祈りたい。だから今日はゆっくりと祈りをチェスを待って、思考を止めて、真剣に考える。その前に全裸になっておこうかな。なんて言えばいいのかな。邪念？邪神？横島。そういうのがない方が祈りやすいと思うんだ。心の中に変な気持ちがあったままでいいのかなって不安になったのだ。いや、まあ、だから神様なんていないんだけどね。分かってるってば、皆まで言うな。でもさ、もしかしたらいるかもしれないじゃない。ものすごく低い可能性だけど、いたらどうするの。そんで神様が、邪神を抱いたまま祈るなんてけしからん、罰を与えましょう、えい。そんで神様が、性欲もりもりの状態で祈るなんてけしからん、罰を与えましょう、えい。ということになって、雷が落ちて全裸のまま真っ黒に焦げるということだって、いや、ないけども、ないって分かってるけど、でももしかしたら
という恐怖に怯えたくないのだ。そんなことに怯えながら祈りたくないのだ。純粋な祈りってやつをかましてやりたいのだ。真面目にやりたいって真剣で真摯な思いなのだ。私はガッとスカートに手をやる。一気にやってしまうか。一気に。え？顔を上げた瞬間、目があった。見知らぬ女子が階段の踊り場から私を見下ろしていた。全身からブワワッと汗が噴き出す。よかった。気づくのはスカートを脱ぐ前でよかった。気づかなかったら服を脱ぐとこ観察されてしまったかもしれない。それって十分に死ねる、というかオーバーキルだ。やばい。そんな行為を観察されるなんて自殺であり他殺。少女は無表情でじっと私を見下ろしている。もしかして服を脱ごうとしていたのがバレたのだろうか。心配するな、私。バレるわけない。思っただけで実行に移していない。だいたい普通の生徒はそんなことしない。察するなんて人間の想像力の限界を超えている。ん？つまり、私は人間を超えてるってこと？私は神ってこと？万物を支配しちゃっていいってこと？落ち着け。実際に脱ぎかけていたならともかく、周囲を見回していただけの動きから、そんな行動を想像できるのは超越者だけだ。バレてない。に違いない。見たことない女の子だ。もしかしたら最近生まれたばかりの意識なのかもしれない。可愛い女の子だな。なんだろう、見てるだけでドキドキする容姿だ。顔もそうだけど体も丸みを帯びてるっていうか、ふっくらしていて柔らかそうで、とても女子っぽい。香りが届いてきてるわけじゃないけど、女の子の甘い香りがした気がした。幻臭を感じてしまうほどの女子だ。いいなぁ。私はペタペタで骨太な体型だから憧れちゃうなぁ。お友達になりたい。自然とそう思った。こんにゃん。ずっと古くから伝わる挨拶を放つと、女の子は優しそうに微笑んで、うんにゃん返事してくれた。にゃんにゃん。最後に声を合わせて挨拶終了。挨拶しているうちに自然と笑顔になれるから、私はこの古風な挨拶が大好きなんだ。流行りのダーとかは簡単だけど笑顔にならないから、どうせするなら長くて面倒でも、こんにゃんで挨拶したいな。礼儀正しい女の子って気分になれるしさ。あの、何？どうしよう。何を言おう。何も考えずに発作的に話しかけてしまった。うわー。チェスはできますか？普通のチェスじゃなくて祈りのチェス。祈りのチェスはゲームのチェスとは違う。完全に解析され、チェスというゲームは終わってしまった。もう工夫の余地はない。人間はチェスの前に努力しなくていい。終わってしまった世界に祈りを捧げる行為、それが祈りのチェスだ。終わっているから、完成してしまったから。だからチェスの世界は私たちと違う世界にある。完成された世界には神様が生まれて、私たちの願いを聞き届けてくれるのだ。そういう信仰。信仰。
真実はない、怪しさはある、信仰だって分かって信仰するのだ、信仰を信仰するのだ、一人でもできるけど二人でやった方が正当って感じがするし、祈りの効果だって高い気がする。できるよ、だったら一緒に祈ってもらえませんか。何を祈るの？みんなが幸せであるようにって祈りたいんです。それはとても切実な願いだね。うん、そうなんです。みんな幸せになりたいのに、なれるかどうかわからないから。もう祈るしかないと思うんだ。誰に届かなくても構わない。私は祈りたいんだ。この世界はもう終わりかけているから、だから今祈るべきなんだ。いいよ、一緒に祈ろう。ありがとう。場所はここでいい？うん。彼女は階段を降りて私に近づいてくる。あの、名前を聞いてもいいかな？友達になりたいって気持ちを見せすぎた気がして恥ずかしくなってしまう。私はもじもじしながら言う。私の名前は空岡島、空岡島朝日だよ。なるほど、これ場面転換だね。こんな感じで断片的にその登場人物の女の子たちを描いていくのがこの体験版の中身になります。次行きましょう。深夜にこっそりと寮を抜け出す。森の奥から聞こえる狼の寂しげな遠吠えを聞きながら、月光に白く照らされた牧草地をポツポツ歩く。狼は怖いけど警戒心が強いから、校舎や寮のそばまで近づいてくるということはまずない。何気なく視線を上げると遠くの地熱発電所が吐き出す大量の水蒸気が見えた。しっかりとした形のある個体みたいに見えて、なぜだか少し怖い。寮や校舎の明かりはほとんど消えている。こんな時間に起きているのは、遠くの森にいる賢者たちか、夜勤の救護班の人だけだろう。誰も私を気にしてない。頭の上についたアルパカと呼ばれる獣の耳のような形をしたトランスミッターから発せられる電波で情報管理室の人に監視されているけど、そもそも全員の行動を四六時中しっかりと監視しているわけがないし、夜の散歩をする生徒なんて珍しくない。だから突飛な行動をしなければ変に思われることはないだろう。と鼻を鳴らしながら歩数を数える。寮の玄関から東に450歩、そこから北に600歩、牧草地と森の境目ぐらいの場所でひざまずき、枯葉が積み重なった腐葉土の地面を掘ってガラスの小瓶を取り出す。中に入っているのは違う種類の針が15本。土を落とし、じゃらじゃらと音を鳴らしながら瓶を月にかざす。とじ針、棒針、ミシン針、絹針、紡ぎ針、ガス針、布団針、洋服針、釣り針、待ち針、ティーピン、インジケーターピン、革三角針、セール針。蓋を開け、瓶を傾け揺らし、真っ黒な針を取り出す。この中で唯一用途不明な針。針を通す穴がないから縫い針ではない。これ糸だよな、多分こじっとるな。糸を通す穴がないから縫い針ではないっていう、なんかあれだよな、パッと見るからにこれペンタブのあれに見えるな。針先も丸まっていて布に刺せないだろうから、待ち針としても利用できないだろう。針にしてはでかいからな。
かといってこんな太いとじ針なんてない。湾曲してないから釣り針はありえないし、刺さらないから治療に使う針ってこともない。黒い針を夜空にかざす。自分でも理由はわからないけど、そうすると嬉しくて笑みが浮かんでしまうのだ。男を見たことはないけど、男児が飛行機のおもちゃで、男児が飛行機のおもちゃをこうやって空にかざして遊ぶ場面を図書館の小説で読んだことがある。うふふって笑い声が漏れてしまう。きっと今の私は男の子。黒い針が夜空に溶けていくのを想像すると、私も溶けてしまいそうな気持ちになる。飛行機か。空を渡る船だなんて、どんな乗り心地なんだろう。昔、グライダーを製作した女の子はいたらしいけど、エンジンを作るのは難しかったみたいだ。えい、えい、えい、えい。針を宙で動かす。ん?匂い。あれ?なんだろう。冬は植物の香りが減る。枯れ草の香りや杉や、ヒノキ葉の香りがするくらいだ。それも夏に比べれば穏やか。ほとんどの草は死んでいるし、針葉樹だって半ば眠りについているような状態だ。こんな新鮮な甘い香りは絶対にしない。匂いのする方を見る。お。ドクンと大きな音を立てて心臓が弾んだ。トモもエロ。背の高い女子が私をじっと見つめていたのだ。パンツを見たければどうぞってくらい短く折ったスカートから伸びた足がすらりと長い。ただ立っているだけなのに、失踪するカモシカのような躍動感がある。間違いない。甘い花の香りは彼女から漂ってくるのだ。こんにゃん。出た。この子もこんにゃん使うんだ。え?女子は戸惑う私をまっすぐに見合って、苦笑まじりにもう一度言う。こんにゃん。こんにゃんというのは最近学園で流行っている挨拶。言われた側はうんにゃんと返事をする。それから二人で声を合わせてにゃんにゃんと言って微笑み合ったら挨拶完了。だけど今の私には返事をする余裕なんかない。少女は遠くを眺めるように私を見て言う。キララ・マイカさん、だよね。おい、待て、また読めん感じ出てきそうやな。マイカ、マイカ、マイカ。キララは読めん。私はうなずいて聞き返す。宇賀島ゆかりさん、だよね。そうだ、それで全員カタカナでいいんだ。俺のこと知ってるの?俺?知ってる。彼女を知らない生徒はおそらく学園にいないだろう。あなたは有名な殺人鬼だもの。おう。殺人鬼ということは、こいつらは一応人間であって、そして鬼という概念も存在するわけか。おもろ。彼女はバラ園に住む殺人鬼。学園のモットーは秩序を作れ。秩序を壊せ。天才はそこから生まれる、だ。秩序を壊す存在の最たるものとして、学園は殺人鬼の存在を認めている。宇賀島さんは首をかしげながら、視線で私の体を撫で回す。何かな?小瓶に盗んだ針を溜め込んでいるだろう。再びドクンと心臓が弾んだ。宇賀島さんは首をかしげて斜めに私を見る。
なんでこんなとこに隠してるの？隠してなんか。いるだろ。真っ白な月光のような冷たい声。もうわかってるんだ。そういうのを監視するのが俺の仕事なんだからさ。針を監視するのが宇賀島さんの仕事なの？宇賀島さんは質問に答えず、私をじっと見つめる。宇賀島さんの出す雰囲気が直感を刺激する。私が今発した問い、それは答えることができない、もしくは答えてはいけない問いなのだ。わかんないな。どうして針を盗むくらいのことをこんな用心深くやったんだ？宇賀島さんは、口端を、少しだけ歪める。あなたが針を見て快感を覚える異常者だとしても、野外に隠すほど慎重になる理由があるとは思えない。確かに。確かにそうやな。針を盗むくらいだったら、それこそ自分の部屋に置いといて、それがバレたとしても、ああ、たまたまだよ、とか。ね、ごまかす方便なんていくらでもあるからな。針をめでたいなら部屋に隠せばいい。見つかったとしても、そのくらいの盗みで激怒する奴はいないだろ。ほら。手芸部員のお気に入りの針だったら怒られるかも。でもそれ、そういう針じゃないよな。それにその針は、手芸部じゃなくて、第二手芸部の部室から盗んできたんだろ。第二手芸部はもう部員がいなくて、部長は一人残っているだけ。そこから盗めば迷惑をかけることはないと思ったのだ。言葉に詰まった私を宇賀島さんは無遠慮に見つめる。怖い。俺はただどうしてここまで慎重に針を隠したのか知りたいだけさ。答えてくれるよね？その知ってるよね、学園の伝説。針のことを気にしたした女の子は卒業が近いって。知ってるよ。私は自分が卒業条件を満たしているとは思えないから、みんなに卒業を意識してるんだなって思われるのが嫌で。だから、そういうこと。宇賀島さんはわずかに口角を上げた。恥ずかしがり屋なんだね。そういう可愛いのじゃないよ。ただ、後ろめたかっただけ。私はきっと拳を握って。もしかして、宇賀島さんは針を気にする生徒は卒業が近いって噂が、本当か嘘か知っているの？その質問に答える前に、聞きたいことがあるな。そんな風に答えるってことは、知っているってことだよね。そうとは言えんのじゃないかな。宇賀島さんは肩をすくめて呆れたように息を吐き出す。キララさんは探偵みたいなこと言うんだな。じゃあ俺もそういうことを言おうかな。宇賀島さんは目を細める。暗くてよく見えないんだけど、その指の形は針を持っているよね。黒色の針だろう。太くて先が丸まってる針。合ってる？どうしてわかったの？キララさんみたいな人はさ、だいたいその黒色の針に執着するんだ。私みたいな人が他にもいるってこと？宇賀島さんはどこかふてくされたように視線を落としてから、ふいっと横を向いた。そして私から目を離したまま変に慎重な声色で言う。その黒い針にどんな想像を乗せているのか言ってみてよ。え？想像？そうさ。ただ好きなだけじゃないだろう。そこに気持ちがあるはずだよ。どんな気持ちを針に乗せてるんだ？気持ち。
私は男の子になりたいって気持ちがあるけど、それを口にするのは性的にって言うと言い過ぎな気がするけど、何かそういう香りがあって口にしづらい。針が体の中に入ってくるとか、敏感な場所に刺さるとか、そういう想像をしてるんじゃないのか？そんなのしてないよ。びっくりした。なんて卑猥なことを言うんだ。私の周知がゴミくずに思えるよ。私が想像していたのは、星空を黒い針が飛んでいるところだよ。そっか。向島さんは横を向いて丁寧にうなずいた。そっか。そっか。傾きが細かく速くなっていく。針が星空を飛んでるんだ。向島さんは噛み締めるように言う。そうだけど。キララさんはそこまでになってしまっているんだ。なあ、目をつぶれば夜空が見えることってないか？え？うん、見えることある。目をつぶれば視界が全部星空みたいに見えることある。その星って。向島さんは夜空を見上げた。この空の星みたいに瞬いている？それとも変化がない？瞬いてないよ。顔を戻して私を見た瞬間、向島さんの長い右足が前に出た。一瞬で距離が詰まって、一瞬で距離が狭まって風を切る音。月光を反射して銀。甘い花の香りが私を覆った次の瞬間。出すはずだった悲鳴が変な呼吸音になる。ヒューと変な息。喉の真ん中からして、あ、わお、刃物で首を切られたんだ。理解した瞬間、口から液体が溢れ出す。液体の温度が体温と一緒なので、どれくらいの量が流れているのかが分かりづらい。血だ。こんな風に流れる血は熱かったりするんじゃないかって想像してたけど違うんだ。当たり前だよね。体の中を流れてるんだから熱いわけがない。月の光で見る血は真っ赤じゃなくて黒っぽい深い青色、藍色。血といえば無条件で赤のイメージだったのにな。少し残念。私は何やってんだろう。こうなって当たり前だ。だって宇賀島さんは殺人鬼だもん。私はなんで逃げ出さずに会話に付き合ってしまったのかな。でも逃げてもダメだよね。身体能力は全然違うから、狙われた時点で終わりだったんだ。でもなんで狙われたのかな。意味がわかんない。彼に興味を持ったから殺されたってこと？岡島さんはじっと私を見下ろしている。かっこいいな。どうせなら殺人鬼には美しくあってほしいと思うんだ。月の光が似合う人であってほしいんだ。キララさんはもうカーネーションをしなくていいんだ。え？今まで大変だったね。俺が言うのは変かもしれないけど、今までありがとう。おやすみ。それって、え、ちょっと待って、お願い、話をさせて。理解が欲しいよ。カーネーションをしなくてもいい。積み重ねた積み木が倒れるみたいに心がガタガタ鳴る。それって、え、本当に死んでしまうってこと？こういう時って意識が徐々に薄れていくのかと思ったけれど、
違うんだ。崩れるんだ。ブロックごとの意識は明確にある。ほら、だって私はまだ考えている。だけどそれをつなげることできない。心がどんどん断片になっていくのがわかる。バラバラに崩れていく心、怖い。はっきりと意識を持ったまま崩れていく。だから聞こえるのに彼女は何を言っているのか理解できない。またいつかここで会えたらいいね。黒い針が見える。あれ、見えるけど、私が見える。ここに、私。黒い針、夜空を月光を吸い込むような黒、針、時間。黒。小さな光、小さな針、無数。手を伸ばせばきっと届く。銀河の星、銀河の針、星、針、